そうだな、葵は盾だから爆発って思えばいいんだよ。爆発？何がですか？そりゃキャンサーだよ。爆発しませんし、させられませんし。だったら急須って思えばいいんだよ。猫を噛むはなしで。猫を噛むって？猫を噛むを知らずによく急須という言葉が出てきましたね。とにかく急須って思えばいい。ただの追い詰められたネズミです。しっくり来なかったか。来ませんでしたね。だったら無敵って思えばいいんだよ。歌詞的に言えばインビンシブル。確かに盾を手にインビンシブルと思う。なるほど、参考にしてみます。邪魔したな、トレーニング頑張れよ。はい、ありがとうございました。